はい、皆さんこんにちは。ハワイに住む日本人チャンスです。今日はですね、ちょっと変わった観光地の紹介ということで、今ダウンタウンに来ております。ダウンタウンって結構奥が深くって、いろんな観点で紹介していけるんですけど、実はこの建物入れるんですよっていうところを2つ紹介させていただこうかなと思います。で、1つ目が早速こちらですね。これセントラルパシフィックバンクのメインブランチ、ダウンタウンのアラケアストリートとキングストリートの交差点のところにあるブランチになります。ブランチっていうかメインオフィスですね。でもう向こうにはカメハメハ像とかイオラニ宮殿とかがあるところですね。それの一個隣のブロック、こちらでございます。ここね、銀行だからちょっと大丈夫なのかなって思うんですけど、実はねこれ誰でも入れるんですよ。誰でも入れるどころかビール飲めるんですよ。ここにこれアロハビールがあるんですね。めちゃくちゃ意外で、その向こうにはスタバがあります。ちょっと入ってみましょう。で、このセントラルパシフィックバンクなんですけど、実はこれ日系人によって作られた銀行なんですね。移民の人たちによって作られた銀行っていうのはアメリカの中でもかなり珍しい銀行なんですけど、戦時中とかに日系人の人たちがヨーロッパに駆り出されて戦績を上げるみたいな逸話があったりはするんですけど、いい話と悪い側面2つあって、結局帰ってきてから不自由することが多かったんですね。ローンを作れないとか、大学の学費が払えないとか、そういう問題が結構あったんですけど、その人たちを助けるために銀行のシステムを作ろうって言って立ち上がったのがこのセントラルパシフィックバンクになります。日本人の人たちにも優しい銀行システムっていうのを今でも提供し続けてるって感じです。地元の中小企業向けにローンの貸し出しだとか、個人のお客さん向けにも自動車購入の時とか家を購入する時とかにローンの貸し出しとかをするっていう一般的な銀行業務っていうところを今はやってるんですけど、この銀行のちょっと面白いところが、日本に在住してる日本人の人でもここで銀行口座開けるんですよ。概要欄に貼っておくんですけど、ウェブサイトにもしっかりと書いてあるんで、一回情報見てみてほしいです。もちろんね、何かしらの条件は必要だとは思うんですよ。ミニマムの残高だとかそういうのはあるかなとは思うんですけど、そういう歴史とかは日系人が作ってる銀行だからこそ実現できることっていう強みがあるので、ぜひチェックしてみてほしいと思います。結構ね、僕にも DM 来るんですよ。日本に住んでる人でも銀行口座は現地で開くことできるんですかみたいな。ここの銀行だったら作れるはずなんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。こんな感じですね。奥は銀行になってるから、ここでちゃんとした銀行業務もできるんですけど、実はここにねタイドプールっていう場所があって、ここでコーヒーとかビールとか飲めちゃうんですよ。しかもね結構広々としてて、そこで勉強してる人とかもいますね。ここにスタバのピックアップポイントがあって、奥にアロハビールのカウンターもありますね。これアロハビールですねめっちゃ笑いかけてくれた。少なくともこのエリアは誰でも使えるようになってて、ここにも書いてあるんですけど、ビールとかビバレッジはここより向こうには持ってかないでねっていう風になってます。逆に言えばそこより中のここは誰でも休める場所になってるんですね。2つの個人作業用のミーティングルームと別で、最大で6人座れるミーティングスペースがありますね。大きいモニターにつなげて結構がっつりミーティングできる場所がありますね。オペレーション月曜から木曜4時まで、金曜日は5時までで、土日はクローズってなってるんですけど、この QR コードを通してリザーブ予約できるみたいですね。あ、これか。あ、すごいよこれ。1日1回1週間あたりに3回まで予約して空いてれば誰でもここを使えるっぽいですよ。30分、60分、90分、120分、最大2時間使えるっぽいですね。120分で、あ、ミーティングルームの場所を選べるっぽいですね。今ちょうど後ろにあるあのでっかいミーティングルームがワナっていうやつなので、これをちょっと見てみましょうか。明日の時間帯でも全然空いてますね。え、これ結構でかい発見じゃない？だってミーティングスペースとかってみんな結構困るじゃないですか。ホテルで有料でちょっと場所を借りるとか、ゆっくり個室で話せる場所がいいけどあんまりお金は出したくないみたいな人結構いるじゃないですか。ここ来れば無料で使えるんですよ。すごくない？事前に予約しておけば観光がてらここ寄ってここでミーティングするみたいなの全然できますよね。何より静かでゆっくりした場所で、プライバシーとか情報漏洩のリスクとかをちゃんとケアしながらミーティングできるから、これめちゃくちゃでかいね。ちょっと今回は予約取ってないので中入ることはできないんですけど、でも少なくともそこに電話とキーボードとマウスとHDMI ケーブルが置いてますね。でそこにでっかいモニターとスピーカーがついてるので、割と音ありのミーティングとかでも全然できちゃうって感じですね。ちなみにアロハビールのメニューはチップ
プス、サルサ、ポケボール、サンドイッチとか割としっかりランチ食べれるぐらいはあるって感じですね。でビールはカンカンのやつにオンタップ、ドラフトビールもあるって感じですね。パイント生一杯っていう感じかな。それが一杯あたり 7.5 ドルで、一番高いやつでこれ 8.95 とかですね。しかもピッチャーあるじゃん、すごいな。しかもビールだけじゃなくてカクテル、ワインとかも頼める感じですね。ソフトドリンクもある。ホッピーアワーもあるじゃん、やば。これも結構でかい情報ですよ。パーキングフリーバリデーション、4時から8時の間パーキング10ドル以上購入すれば駐車場フリーになりますね。飲まない人が1人いれば車でも来れるっていう感じですね。しかも金曜日はライブミュージックとかもやってて、え、ここじゃあ金曜日に来たら結構盛り上がってんのかな。ちなみに今は月曜日の4時くらいなので割と人はいない状態。ちょっと僕車で来ちゃってるのでビールとかは飲めないんですけど、でもここ月曜から金曜常に空いてて4時で銀行は閉まる。でもそこのアロハビールは7時までやってるっていうことなんで、ここ気分転換に来てみるといいんじゃないかなと思いますね。めちゃめちゃ綺麗だし、ゆっくり休憩する場所としても全然使えると思いますね。いやマジで僕もね、実は入れるっていうことしか知らなくって、中に何があるかは知らない状態でここに来たんですけど、思ったよりも使えますね。ここ休憩するだけで OK、 ご飯食べれます、コーヒーあります、ミーティングもできますっていう感じで、これはね上手に使いこなせばダウンタウンの観光めちゃくちゃ充実すると思いますね。実は入れるハワイのダウンタウンの建物、2つ目はこちらでございます。ステートキャピトルですね。日本語でいうところのハワイ州政府庁舎とかハワイ州会議事堂とか、そんな風に言われてるんですけど、要するにこれ一つです。ステートキャピトルのことを指してます。ダウンタウン運転してるとこの道をよく通るので、この建物もよく見かけるんですけど、こうやって目の前で見るとめちゃくちゃでかいんですよ。これ普通にねカメラで撮っても収まらないので、広角にしてやっと映るくらいで、この建物なんですけど州会議事堂って言われるので、日本でいうところの県庁になるのかな。政府の議会とかが行われるときはこの建物実際に使うんですよ、当たり前ですけど。でも使ってないときここ開放されてて、実はねどん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 入っていけるんですよ。あ、これダミエン神父ですね。モロカイ島の英雄って言われてる人で、感染症に苦しんでた時期のハワイを救った人として英雄とされてる方ですね。ちょっと目元が突っ込まないでおくんですけど、まあ英雄ですこの人で。そこにめっちゃでっかいドラみたいなやつがありますね。あれがハワイ州のシンボルですね。1959年にアメリカの50州目として登録されて、その時にできた紋章ですね。でこれ建物全部がハワイをイメージされて作られていてですね、例えばこの柱、これはハワイのヤシの木をイメージしてるやつ。これ今工事して見れないんですけど、ここにはもともと池があってですね、ハワイの美しい水源をイメージされて作られたと言われています。でこれ建物中入っていくと、これがなかなか圧巻なんですよ。これ上にめっちゃでっかい吹き抜けがあるんですね。これはハワイの火山をイメージされて作られています。で全体がこうやってだいぶオープンな感じになってるんですね。外から来た人たちをアロハのスピリッツで迎え入れるっていう、そんな意味が込められて、めちゃくちゃでっかいオープンスペースとして開放されてます。これちゃんと議会の部屋も用意されてるんですね。当たり前ですけどセネット、これが上院ですね。で反対側にハウスオブレプレゼンタティブ、下院ですね。多分さすがにここは入れないのかな。今これをもらいました。エレベーターの前でセキュリティチェックがあるので、この赤色の札をもらって中に入っていきます。すごいですよこれ、うわー。で5階が多分州知事のお部屋になってると思うんですけど、あそこ、これは係の人がいないと入れないようになってたので、もうそもそも上の階に上がれませんでした。なので今とりあえず4階まで来たって感じですね。衆議院の方のお名前がそこに貼ってありますね。若いグレンさんっていう多分衆議院議員かな、その方のお部屋になってるんだと思います。これ廊下だけじゃなくて、この奥にもなんかちょっとお部屋があるみたいですね。こんな感じで部屋が続いてますね。それにしてもこうやって見ると日本の名字がいっぱいありますね。日系人の議員さんいっぱいいるんだろうな。これ又吉さんとか金河新年とか貼ってあるよ。西本さん、日本の文化そのまんまや。お、建物の反対側来たらリリウオカラニがいますね。リリウオカラニはカラカウア国王の妹に当たる方ですね。国王になる前は音楽家で作詞作曲とかもやってたらしいですねこの人。その後ろにはでっかい木と、そこにイオラニ宮殿がありますね。
はい、というわけでハワイのダウンタウン、実は入れる建物紹介でございました。ハワイのダウンタウンはね、結構面白くって、エリア一帯が歴史登録材として登録されている場所だとか、この裏手にはイオラニ宮殿とかカラカウアの最高裁判所のところとか、まあ、それだけじゃなくていろんな建物があるんですね。歴史を紐解きながら見ていくと結構面白いところとかもあるので、そこら辺はねまた次回紹介させていただければと思います。あとね、ここに来るときはこの近くにパブリックパーキングがあったりもするので、そこ使うと便利なんじゃないかと思います。というわけで、この動画が少しでも役に立ったと思ってくれたら、いいねとコメント、チャンネル登録で次の動画の更新もお待ちください。ありがとうございます。バイバイ。ヒデさん、こういうの